滑らせて落ちるところだったよ。ベランダ伝ってきたんですか？うん、だってクロス君ドア開けてくんないんだもん。いや、そのちょっと体調悪くて。じゃあ温めてあげる。ちょ、宮市さん近い近い。いいじゃん、恋人同士なんだし。それはそのそうだけど。